味噌汁の具材にする。うわー、いった。半分ですね、半分。はい。一番お蕎麦入れます。いや、お蕎麦はやめよう。そんな汁。うなぎ屋だね、これね。チャラリンコクッキング。はい、お疲れチャラリンコってことでね、釣りから帰ってきました。で、本日の釣果は、アジとかなんかちっちゃい魚とこの精進ガニ、カメノテ。これハヤトくんがね、ハヤトチャンネルのハヤトくんが、一生懸命取ってくれたやつです。ありがとうございます。そしてこのでっかいマアナゴ、これもハヤトくんが釣ってくれました。で、今回これいただいたんで、これを美味しくいただいていこうと思います。これいけるかい。じゃあ今からトッシー隊長がさばきます。弱くなってきた。ちょっとしっかり打っといてみよう。いくよ。せいや、太いから結構。お、これ何これ。入ってた魚。魚入ってる。でももうくっさ消化されてる。ちょっとこの辺のね、臭いの取っちゃいますか。イカ違うか、なんだろう、出してみる。胃袋の中どうなってんのっていうコーナー。はい、胃袋の中にどうなってるのがコーナー。うわ、くっせ。カニ、カニが入ってる。あ、イワシ、イワシ、なんかいろいろ入って、くっさ。はい、いきます。ちょっとお湯をかけてぬめりを取ります。おやっちょ、そうするとぬめりがほら取れるんですね。これがこの皮のね、残ると臭いですね。臭みが出ちゃうんですね。こうするとでもね、仕事終わりに来たの。いや、家でも。あ、まったりする。よし、じゃあ焼いていくか。はい。皮から。皮は皮から、身は身からっていうから、身からか。いいね。身からだね。身から焼いてくんですね。間違えた。なぜか。この魚焼きの基本は最後に上に盛り付けるところを先に焼くの。これね、肉も魚も一緒なの。だから身から焼く。身を上にして盛り付けるから身から焼く。
だね。すんごいいい匂い。うわ、うまそう。ちょっとわさびつけて食ったら最高だろうな、これ。すごい香ばしく焼けてます。やべ、はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、アナゴのかば焼き完成です。うまそう。はい、今から精進ガニを切ります。これ味噌汁の具材にする。わー、いった。半分ですね、半分。はい、味噌いっぱい入ってる。あら、味噌すごい。味噌やばい。カメラ手も入っちゃう。味噌こんな入ってんだ。味噌やば。お鍋、お鍋入れます。タラバをしのぐ出汁が出るって言われてるんですよ。そうなの。本当にね、旨味の濃いいい出汁出ますよ。よく洗って、これも一緒に入れて、今お味噌汁を作っております。でそして臭みが消えるように、こう臭み消しに、この大根、大根と酒、大根と酒をちょっと入れます。でこれはこぼれたやつは俺がいただきます。はい、残ったやつもいただきます。お酒入りました。よいしょ。結構入れるんですね。今度火入ってる。あ、透明になってないか。いや、これ絶対やばいと思う。はい、おそま入れます。おそま、アシリパさんのおそま、アシリパさんのおそまです。知ってる人は知ってるよ。知ってる、知らないの。おそま、おそま汁ですね。杉本おそま入れる。杉本おそま入れるの巻。分かんないです。もうちょっと、なんだっけ、ひんな、ひんな、結構濃いめ、濃いめが好き。アウトドア YouTuber は濃いめが好き。アウトドア YouTuber はやっぱね、濃いめなんですよ。汗いっぱいかくから。ひんな、ひんな、おそま、おそま汁、精進ガニのおそま汁。ずっとおそまで検索してみて。塩ちょっと最後仕上げに、塩ひとつまみ、あと醤油、おそま汁ちょっと。はい、はい、これで完成。うん、完成。あとちょっと生姜、生姜、生姜をちょっと最後に入れて、ネギか、ネギ入れてな。はい、これで精進ガニのおそま汁の完成です。おそま、ひんな汁にしようか。ひんな汁、ひんな汁、うん、いや、おそまはやめよう。ひんな汁。はい、精進ガニのひんな汁完成です。どう、めっちゃカニっす。わぁ、じゃあ俺まだついてみたいな。あ、出てる出てる出てる。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。あー、あったまるね。うん、じゃあちょっとカニかじってみます。これ味噌がね、結構あるんですよ。
もう切った時にね、黄色いね、身がいっぱいあって出てました。うん、ふみさん、ぎっしりですね。うん、ぎっしり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 。ちょっとかじります。精進ガニはうまい。あ、うまぼ。やばいっすね。うわー、何、味がギャーっとね、やばい。普通に本当に高いカニ食べてるよ。うん、だってもうタラバをしのぐ出汁が出るってもう有名ですからね。もうガザミとかの出汁すごで、あの台湾ガザミとかもう比較なんないぐらいいい出汁で出てますよね。うんうん、やばいやばいやばい、本当上品でいい出汁出るんですよ。うん、やばいやばい、精進ガニはうまいですよ。うん、本当カニの中でもやばい、一番俺うまいと思う、カニの中でも。おいしい、こんなおいしいんだ。うん、あそこにいっぱいいるのにね。今度取り行こうか。じゃあもう上海ガニよりよっぽど、うん、うまいうまいうまい、出汁に関してはうまい。うん、じゃあぼちぼち穴子行ってみますか。タラバをしのぐ味。穴子降りちゃっていいですか。穴子どうぞ食ってください。じゃあちょっと穴子、穴子そこにじゃあ穴子、はい、メインの穴子いただきたいと思います。はやとくんの釣った穴子、はやとくんが釣った穴子です。早速かば焼きにしたんでいただきます。さんに食ってもらいます。イベイ。うわ、うまい、マジ柔らかい、穴子って感じ。骨当たんない。当たんない、骨ないです全然。全部、うん、うん、うわ、ふんわり焼けてる。うん、味付けも最高最高。お、やった。うわ、こんな感じ。うま、食ってみて。はい、ちょっと麺も、アナゴ、あの、うまいでしょ。美味しいです。うん、これ気にならないね、全然。はい、マイウ、マイウス、ヒンナ、ヒンナ、ヒンナ、ホケなんすかね。はい、ってことで、ちょっとね、アジもいっぱいあるんですけど、ちょっと時間がもう夜中になっちゃったんで、まあ、また別の機会とか、いつもアジ食べてるんで、そちらの動画を見ていただいて、今回はちょっと尺の都合上、アナゴのかば焼きと、このね、精進ガニのフィンナー汁、これを、今からミム君とキヨさんと会長の3人で、味わっていこうと思います。ウェイウェイ。銀色一丁、あとは食べていきたいと思います。銀色、銀色、銀色とか決めたね。煙取ってくれる。これは銀色。いや、美味しいね。美味しいね。最高だわ。最高。あ、ミムもジュース、じゃあ食べたいと思います。うん、それではまた、今日もいい時間でした。いい時間でした。清高アウトドア見てね。ありがとうございます。清高アウトドア伸びてね。最近清高アウトドア伸びてないよ。頑張ります。頑張って。これを偉そうに。うわ、うまそう。あ、うまい。いいね。カニをしゃぶる。すごいですね、これ。精進ガニ。まあ、素でうまそうな顔してます。想像以上。カニの王様。出汁で言うと、もうマガニはもうカニの王様だもん。伊勢海老よりいい出汁出る。伊勢海老と甲乙つけがたいいい出汁が出るから。うん、確かに。伊勢海老の味噌汁が世界一うまい味噌汁だと思ってる人は、うん、ぜひ精進ガニの味噌汁もね、飲んでみてほしいっていう。非常にうまいです。たまらんでしょ。これ日本酒入れて飲んでもいいんだ。あーあ、あっつった。じゃあありがとうございます。こんな美味しいもの、いいえ、いつもいつも隼人くんのおかげです。そうですね、隼人くんに感謝ですね。隼人くんに感謝です今日は。うん。